サルドゥリ4世は、ウラルト王国末期の王。推定在位期間は、紀元前625年から620年頃、ウラルト王サルドゥリ3世の息子。このことは、父親の名がサルドゥリであることから推測されうる。しかしこの王に関する資料はわずか2点発見されて、いるのみで、在位期間など、詳しいことはほとんどわかっていない。さらに不明なのは、 ウラルト王国末期の王の変遷である。ロシアのオリエント学者、アイエム・ディアコノフは、サルドゥリ・オンセは、父の死の直後に王位を継いだのではなく、叔父のエリメナに王位を奪われ、その息子のルサ3世から、紀元前600年頃に王位を奪い返し、最後のウラルト王になったと推測した。一方、アルメニアのオリエント学者、NV アルトゥニアンは、 カルミル・ブルールの発掘調査の成果に基づいて、サルドゥリ4世は、サルドゥリ3世の死後すぐに特に混乱もなく、王位を継いだと推測している。この場合、エリメナは、サルドゥリ4世の後に、ウラルト王位を継いだことになり、サルドゥリの在位期間は、紀元前620年前後だったということになる。エレブニから出土した、スキタイの矢尻しかしこの問題を解決するに足る。 資料はまだ発見されていない。ウラルト王国の最後についてわかっているのは、紀元前6世紀の初めに、テイシュバニをじめとする、主な都の城が、ことごとく炎上して放棄されていること、その火災層から、独特なスキタイの矢尻が見つかっており、スキタイ人が加わる軍隊に攻撃され滅亡したと思われることのみである。アルトニアン説に基づく。以前の王の例を見れば、 二代続けて同じ名乗りの王はいないので、異例ではある。ありがとうございます。